今日も全力ぶちぎり、マキピロくんでございます。よろしく。今回初代重心からの挑戦状限定称号をゲットしようということで、この限定称号の入手方法が、その他のキャラクター4体デッキに編成してこの超究極クエストをクリアしろっていうやつなんだけど、まあこれがマジでむずい。で、視聴者の方がちょっとマキピロくんなりの攻略作ってもらえないだろうかっていうリクエストをいただいたんで、今回全力で解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。全力マジで。はい、それでは解説の方していきたいと思います。まず初手ですね。初手は右のプヨのゲージの右側、右端の方をね、狙っています。はい、2手目です。2手目は左上のコーナー、端っこの方ですね。そこを狙っていただけると、この左に密集しているプヨを一筆書きで処理することができます。こんな感じです。3手目なんですが、左のプヨの炎のマーク、あの辺を狙っています。で、もしここを3手抜けできない場合はリタイアもね、視野に入れてください。それでは2ステージ目解説していきたいと思います。まず 4P でちょっと激種変換パネルを踏んで間にはまるっていう形になると思うので、初期配置によって中央もしくは左上の反射印を処理する形になると思います。で、左上の反射印なんですが、激種変換パネルを踏む際はちょっとね、下の反射印の判定が大きいので、上の反射印の4の数字ぐらいを狙っていただけると処理しやすいと思います。で、2手目で今回 HP が上にいたので横間で反射印を処理しました。で、2P は必ず大体あの位置ぐらいにいるので、2P で右上の反射印を同時処理という形になると思います。で、反射印を処理し終わったら、今度キララ大佐なんですが、横で降りててもいいし、あのように下にはまんに行ってもどちらでも構いません。3ステージ目のコツなんですが、まずパワーウォールを3フレしてギャラクシーを処理します。で、今白枠がね出たと思うんですが、起きたをあの位置に配置しとけると非常に次のステージが抜けやすくなります。なので配置を意識するっていうのがここのステージの一番重要なポイントになります。で、配置のコツとして、この起きたは柱の判定をもらっている状態だと、下から弾いた時は下に戻り、上から弾いた時は上に戻ります。なのでその辺を理解して配置、あの白枠なところになるべくキャラを置いてあげる。そうすることで次のステージがね、非常に楽に抜けることができます。もう一つ気をつける点として、上だけとか下だけに固まらないことですね。上2体、下2体が一番理想です。その形をね、なるべく作れるように心がけましょう。はい、来ました、鬼門の第4ステージです。先ほど配置をしとくと、ここのステージが非常に楽になります。で、右のプヨとカッチン、左のプヨとカッチン、これがお互いに蘇生し合うので同時処理が必要になります。なので順番的に言うと、プヨを先に処理して変換パネルを踏んでカッチンを倒すっていう形になるんですが、これが薄い角度じゃないと非常に難しい。で、なるべく縦軸の方が処理は楽になります。で、右と左それぞれあるんですが、なるべく薄い角度でね、プヨのところに入ってってあげると、今みたいな感じで処理ができます。で、プヨの処理が終わればギャラクシーの処理になるんですが、こちらのギャラクシーの処理は、最悪ストライクショットをギャラクシーに打つっていうのも一つの選択としてありです。
ギャラクシーの処理のコツとしては、まあ、反射になってギャラクシーを潰すっていうのが一番いい潰し方だと思います。あとですね、こちらのボスなんですが、パワーウォールを1フレでもいいので、あの弱点にしっかりストライクショットを当てるっていうのが重要になります。パワーボールを3つ分触ったとしても弱点に当たらなかったらあんまり火力は出ないんですよね。なのでとにかく弱点をしっかり狙うっていうことを意識してください。はい、それではボス1戦目になります。まずこのプヨの4体同時処理をしないといけないので、なるべく角度をつけてプヨを処理してください。ちょっとね、角度が薄いと端っこの方、反対側のプヨまで届かないことが多いです。でプヨの処理が終わったら次ギャラクシーなんですが、このブロックの上のパワーウォール、こちらをなるべく45度ぐらいの角度で弾くと、ブロックから抜けてきた際にギャラクシーに当たる可能性が非常に高いです。角度が薄いと先にねアシュラに当たっちゃうことが多いので、なるべく45度を意識してください。で処理が終わったら今度はアシュラの処理になるんですが、今回ねちょっとぐだっちゃったので危険だなということでアドバンテージ取りたくて SS を弱点に打ちました。もうこれぐらいになってくると、もう横間とかでひたすらアシュラの弱点をめがけて弾いていけば全然問題ないと思います。なので前のステージで SS 残っている場合はあんな感じで打って大丈夫だと思います。ボス2ステージ目です。前回のステージを抜けた際におそらく下、中央より下配置になると思うので、まず下の反射員のペアを陽光管で処理します。で次上の反射員の処理なんですが、変換パネルを踏んで間に入れてもいいし、上に配置して横管で処理っていうことも可能です。で処理が終わったらなるべく45度ぐらいの角度を意識して変換パネルを踏むとあんな感じで入りやすいです。ボス第3ステージです。ここも付与変換パネルカッチンという形で処理していく感じになります。で結構ね角度つけちゃってもここに関しては案外同時処理しやすいので、第3ステージほど難しくはないので、ブロックがね縦で置いてくれてあるので、ここに関してはそれほど苦戦はしないと思います。でギャラクシーを処理していく感じになるんですが、まあ、なるべく反射状態だと減速率がね低くなるので、反射状態で処理していくっていうのがベストだと思います。でボスになるんですが、極力パワーウォールを3つ触れるっていうよりもパワーウォール2触れでいいので、とにかく弱点を優先して叩いていくっていう形にしてください。でパワーウォール1触れでも構いません。とにかく弱点をしっかり通過していくっていうことを意識していただければ、ここのステージは抜けれると思います。ボスの最終ステージになります。初手でキララもしくはギャラクシーにストライクショットを打って処理しておくっていうのが一つポイントになります。これは火ダメを軽減するっていうのと、透過していないのでプヨの処理っていうのはちょっと初手では難しいので、初手はキララもしくはギャラクシーにストライクショットを打つで、2手目で透過したところで3体処理をして
それを2回繰り返すという形でぷよは処理できると思います。で、残りの雑魚を潰していくっていう形になるんですが、キララの処理なんですが、変換パネルを踏んで間にはまれればいいんですけど、はまれない場合はストライクショットを使っても問題ないです。で、ギャラクシーを処理して、あとはボスになるんですが、とにかく3フレとかで弱点を狙うよりも2フレで確実にストライクショットなどで弱点を当てていくっていうことがかなり重要になります。1フレでも構いません。で、こちらもちょっとパワーウォールを触れて弱点に当てるにはちょっと角度がないなと思ったので、ストライクショットは今回打ちませんでした。まだボスの最終ターンがあと5だったので、もう1周回ってくるなということで、ストライクショットは打たずに弱点を2フレで殴れるようにしています。はい、こちらも2フレで弱点を触れることも可能なんですが、とりあえず1フレで確実にしっかり弱点を狙っていくっていうコースを取っています。もうここまで来たらね、もう勝ちはほぼほぼ見えてます。はい、ということでストライクショットをね、一体温存した状態で、勝てました。今回最終戦に至ってはパワーウォールを3フレっていうことはしていません。なのでしっかりね、弱点を優先して殴るっていうことを意識すれば勝てますので、落ち着いてやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。なるべくですね、難しいショットをしないということを心がけてやったつもりなんですが、それでもね、こういう形でしっかりアシュラの弱点を狙っていくっていうことを意識すれば、この難しいステージもクリアできると思うので、よければね、参考にしてください。あと、この動画参考になったと思った方、チャンネル登録、高評価の方も何卒よろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢見るよ。アバウ。うまか。これ結構 YouTuber あるあるなんですけど、もう道中もすごいいい感じで、これはね、いい動画になるぞって思って、よっしゃって思ってた時に事故起こるんですよ。あしらなんでこうなるんだって参考にならんじゃないか、こんな動画っていうことがね、本当によくあります。これ多分 YouTuber の皆さん結構経験あるんじゃないですかね。もう本当、この今まで、そりゃ早いよね。